早稲田大学の22号館国際部の前で抗議活動を行っております。私たちは早稲田大学が孔子学院というものを作り、そして中国共産党のテキストを使い日本の生徒を集めて洗脳工作をしていることを認めるわけにはいきません。早稲田大学には4200人の中国人留学生がいます。そしてこの留学生は大学院にまで多くいて、そして早稲田大学の中で研究しているロボット工学やバイオテクノロジーといった先端技術を盗み取っています。早稲田大学はこういうことを平然と行い、中国共産党に対して協力をしているのです。私たちは日本人としてこのような早稲田大学の売国行為を決して許すことはできません。その4200人の留学生も大変な数でございますけれども、さらに早稲田大学は留学する必要もない早稲田の生徒を毎年毎年400人中国の大学に留学させ、中国共産党の洗脳工作を受けさせています。こういうことは売国行為と言わないで何と言うんでしょうか。早稲田大学が今行っているこの留学生の大量受け入れ、それから孔子学院による洗脳、また日本人を中国の大学に送り込んで洗脳工作を受けさせる、こういったことすべてが日本を解体しようという意図に基づいて行っているのではないかと疑わざるを得ません。その日本解体工作、日本人の意識の解体を行っている機関、それが早稲田大学国際部です。この建物で行っている活動こそ早稲田大学の日本解体工作の核心をなすものです。ですから私たちは先ほど早稲田大学の正門前、大隈会館前で抗議活動を行いましたが、この国際部の前で国際部に対して抗議活動を行わなければ日本人として やっていくことができない。私たちが日本人であり続けるためにこの国際部を解体して早稲田大学の売国行為をやめさせなければ、日本という国はやがてなくなってしまうでしょう。この国際部に何回か電話しましたが、なんとあろうことかこの国際部の人間は、うちには孔子学院はありません、孔子学院の生徒っていうのは一人もいません、そう言って平然と嘘をつきまくっています。このような嘘つき、嘘をついてまで日本人に孔子学院の実態を隠し、中国共産党の洗脳工作を受け入れて日本を解体しようという早稲田大学、
早稲田大学国際部、こういったものを許すことはできないでしょう。私は早稲田大学が売国行為をやめ、孔子学院を廃止し、中国人の留学生受け入れをもっと減らすように要求します。そして早稲田大学が孔子学院を閉鎖し、留学生を中国人の留学生を減らす、そういうことをやらない限り、この早稲田大学前での抗議活動をやめることはありません。私たちは孔子学院を作り、日本人の学生を中国に送り込んで中国共産党の洗脳を受けさせている早稲田大学に抗議しています。そして中国共産党だけが敵です。中国人や中国の人々に対して私たちは敵意を持っているわけではありません。早稲田大学に留学している中国の皆さん、中国の未来はあなた方の手の中にあります。日本でしっかりと民主主義を学んで中国共産党を打倒しましょう。私たちも皆さんの中国が民主化され国際社会の中に立つこと、そして平和に存在することを願っています。中国共産党はヒトラー以上のファシズムであり、世界人類の敵です。この中国共産党を倒すことは日本国民の願いであり、アジアの人々の願いであり、同時に中国の多くの国民の願いでもあります。アジアの人々と手を結び、中国共産党を打倒する戦いに共に立ち上がろうではありませんか。私はこの早稲田大学が開いている孔子学院が日本国民を洗脳し、中国共産党の世界覇権に協力するものであると思います。ですからこの戦いをやめるわけにはいきません。必ず早稲田大学から孔子学院を追い出し、中国共産党の勢力をこの大学、この日本から追い出さなければいけません。中国人の皆さん、共に手を取って中国共産党の一党独裁を打倒しようではありませんか。今日は早稲田大学の前で孔子学院を閉鎖せよという運動を行っております。共に手を取り合って中国の未来、アジアの未来、日本の未来を切り開こうではありませんか。今日は多くの皆さんに参加していただいてありがとうございました。早稲田大学の皆さん、早稲田周辺の商店街の皆さん、お騒がせいたしました。どうもありがとうございます。これで、今日の活動を終わりたいと思います。ありがとうございました。